です。はい。皆さん、こんばんは。7時になりましたので、始めさせていただきます。今日は北ネットカフェの2012年の第1回でということで開催します。まず北ネットというのは、正式名称が NPO 法人の北海道市民環境ネットワークという、札幌の団体で、北海道の環境団体が今54入っているネットワークの組織で、さらに北海道で環境活動をしている人たちを支援する中間支援といういろいろお手伝いをする、そういう役割をしています。それと自分たちでも環境活動をしていて、割と知られているのはラバースクリーンアップ北海道という全土一斉ゴミ拾いという、全土で5万人くらいの方がゴミ拾いに参加してくれているイベントをなどをやったり、森づくりをやったりしています。でこの北ネットカフェというのは、その時その時にみんなが勉強したいなと思ったこととか、会員の方の活動の紹介とかですね、会員はうち団体54団体、本当にいろんな専門家がいっぱいいてですね、その人たちの知識や体験をみんなで分かち合おうとかですね、そういうテーマで年に 4、5回やっています。で今日 の, お話しいただく講師の森田先生の NPO 法人同等植物動物自然研究所っていうのも、北ネットの54団体の中に入ってくださっている団体で、そこの理事長が森田先生ということです。今日は森田先生がアフリカに行ってらっしゃってですね、その野生動物を 見たりいろいろ感じたり、そういうことをお話ししてもらうというのが一つと、酪農学園大学の人たちで作っているエレファントというアフリカのいろんな課題をですね、学生が取り組んでいるという団体があって、そちらの活動のお話と2つのテーマで、お伺いしたいと思っています。北ネットはですね、つい6月の1日に国税庁の認定 NPO 法人というのになりました。認定というのはですね、国税庁があってことは、要は有料団体なので、経営などもきちんとしているので、ここの団体に寄付するときは、税金がかからないよという、寄付するお金に、そういう認定をいただいたということで。その認定 NPO 法人というのは北海道で今私たちで8つ目です。全国で257だったかな、まあちょっと何て言うかね、箔がついたというかですね、そういう認定を得たところで、その何に恥じないように頑張っていこうねという感じでもないんですけど、やっていますので、どうぞよろしくお願いします。さてですが、まずですね、酪農学園大学サークルエレファントの、活動についてまずお話を伺いたいと思います。ここに立っていらっしゃるのはですね、酪農学園環境システム学部生命環境学科3年の柴田美希さん。それで今柴田さんがお話ししてくれるんですけど、あとですね、今日森島優さんという、環境共生学科2年の方と、間に合えばソフィエ美希さんという方もいらしてくれてですね、3人でお話をしてくださるそうなので、あ、もう一人何さん、斉藤彩さん。じゃあみんな女の子なんですね。皆さんのこう何ですかね、生の声をですね聞かせてもらいます。まず30分くらい聞いていただき、その後森田先生なんですが、森田先生の今日持ってこられたパワーポイントを見て120枚の写真が入っていて、今日は2つのプログラムで1時間半って一応チラシに書いてあったんですけど、
森田先生ご存知な人は分かると思うんですが、話し出したら言葉がね、だからきっともう30分は伸びるんじゃないかなと思っていて、そこのところのご了解をいただくということで始めさせてもらいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はじめまして、皆さんこんばんは。酪農学園大学野生動物との共同支援サークルエレファント、通称エレファントの柴田と申します。エレファントの今の現在の部活としては代表は祖父江幸さん、副代表柴田美希、捕獲員10名の計12名で活動を行っています。主な活動内容としてはイベントに参加してリーカニシャツというものを こういったシャツになるんですが販売することとなっています。今回の講演会では私たちがどのような活動、イリカニシャツってこのシャツは何なのか、なんでシャツを売るのかを中心にお話しさせていただきたいと思っています。今回ここでお話しさせていただく私について軽く自己紹介をしたいと思います。先ほど紹介があったように酪農学園大学の環境システム学部生命環境学科生命物理学研究室の3年の柴田美希と申します。出身は静岡県の湖西市、場所としては静岡県の西愛知県との県境のあたりで育ちました。このような山と海に囲まれて育ちました。ところで皆さん、静岡県の名物って何かご存知でしょうか？誰か分かる方っていらっしゃいますか？いろいろあるんですけど、お茶は有名な名物で、うなぎとかも有名なんですけど、私が生まれたところっていうのはこのみかんの産地三ヶ日の近くで育ちました。なんですけど、ここ最近このみかん畑ですごく大きな問題っていうのが発生してるんです。それは何かって言いますと、このイノシシ害っていう問題なんです。この図が何かっていうのが多分分かる人はいないかなとは思うんですけど、これはイノシシが通った後になります。木とかも切り倒されたりとか全部掘り返された後になっています。このようなことが静岡県で起こってみかんの収量が現在激減しているっていう状況で、これを取ったのは2010年の夏になるんですが、みかんの収穫期以外の時期にでもこういった被害、野生動物のイノシシの被害っていうのが現在起こっていて、私が大学に入った時にはこの問題を解決したいっていう思いがあって大学に入って、その時にこの部活にやってすごく驚いたっていうことがあったんですね。あ、すみません、これがこの像の記事をこの部活の説明の時に見せられたものなんです。貴重な水は人とも争う像人里への脅威、食害対策いたちごっこ、通学路にも出発。このような記事を見せてみ、この部活の説明会の時にも見せていただきました。このように日本だけでなくアフリカ、ケニアでも同じような農業被害が起こっているっていうことが、こうやって調べていくときに分かって、このような野生動物との圧力問題っていうことが世界各地のどこにでも起こっているっていうことが今現状として分かってきました。特にケニアとかアフリカっていうのは日本よりも生活が厳しいので、室人がこういったことで象を殺してしまうっていう事態が今では発生してしまっているっていうのが現状です。このような問題をどう考えていけばよいのか、なぜ象との圧力が生まれてしまっているのか、野生動物の圧力が生まれてしまっているのか、で学生の私たちに何ができるのか、どうすれば象と人とが共存できるのか、それを考えて支援を行うのがエレファントの活動となっています。エレファントがこの問題に取り組んでいる場所はどこかというと、アフリカのケニアという場所になります。この場所でエチオピアとタンザニアの上のちょうどこの赤道の場所がケニアになります。
その中のケニアの中でも私たちが活動を行っているのがこのビリカニ村という部分、どこかといいますとここのちょうど部分になります。このちょうど濃い緑色のところっていうのがチャボ国立公園という野生動物の保護区ということになっていて、ビリカニ村はそこのちょうどここの部分、真ん中にあたる位置、囲まれる位置にあります。国立公園はちょっと日本の釧路とかの国立公園と違って柵などがない状態で、非常に村人と野生動物との接触が多い場所ということになっています。ケニアのチャボ国立公園っていうのはケニア最大の国立公園で、大体四国より少し大きい広さがあって、東と西に分かれていて、赤い象っていうケニアの土を体につけた赤い象っていうのや、クロサイっていうのが有名なところで、ビリカニ村が先ほど言ったようにこの囲まれている場所に存在している。で、村の方は主に農業で生計を立てているっていう状況です。で、そんな中で農作物をどうにやらされてしまうっていうことは、生きていく上で大きなやっぱり被害となっています。村人にとってゾウはゴキブリみたいな存在、私にとってはやっぱりイノシシなどといったような、同じような北海道ですとエゾシカですか今だとのような存在っていうのが向かう人の認識となっています。ゾウはもともと季節移動する動物で、もともと人が住んでいなかった部分に普通にそこを通り道として使っていたんですが、今そこを通ろうとすると村ができている、でそこに美味しい農作物、トウモロコシなどが植わっている、それをゾウはちょうどいいやと思って食べてしまうんですね。なんですけど、ゾウにとってはすごい嬉しいことなんですけど、その荒らされてしまった村の人の家族にとってはすごい大変な事態になってしまいます。で、また村に水場がもともとないくて、遠くの方の水があるところまで水を汲みに行かなければならなかったんです。その最中にばったりゾウに会ってしまうと、ゾウに襲われて死傷者が出てしまうという事態があって、ゾウとの村との衝突、圧力が大きな問題となっていました。そこで始まったのがこのビリカニプロジェクトというものです。先ほど言ったようにゾウ被害に苦しむ村人、特に村のお母さん方がゾウの研究者である中村千明さんという方に協力を依頼して、ミシンを習ってシャツを作るということを始めました。これは中村千明さんがただ単に援助をする、その人たちを助けるっていうお金を出すっていうんだけでなく、村の人たちが自分たちでどう生活していきたいか、どう自立していきたいかを考えて自分たちの意思で決定したものとなります。エレファントではこの出来上がったシャツを日本で販売し、そのお金をビリカニに全額送るという活動を行っています。なぜこのことが野生動物の圧力の解消につながると考えられるのでしょうか。それはシャツを売ることで農業以外にも安定した収入を得ることができるようになります。そうすると生活がだんだん安定していきます。生活が安定すると精神的な余裕も出てきて、野生動物に対する教育っていうのを受け入れやすくなるので、野生動物に対する意識がだんだん変化していきます。一見一つ一つの活動は関連性が全くよく分かりにくく、非常に地味な活動で、自分たちもちょっとシャツを売っていても、なんでシャツを売ってるんだろうって思う時があるような、そんな活動なんですが、このことが野生動物の共同を考える上では一番近道ではないのかっていうふうには思っています。このビリカニプロジェクトを始めたのはこの中村千明さんという方です。ゾウの研究者であり、アフリカの地域住民の自立支援を行っている方で、どうしたら人とゾウとが共存できるのを考え、現地の方で活動を行っている方です。エレファントはこの中村千明さんのお手伝いをさせていただいています。興味がある方はこのサラマンドルの会っていうところをぜひ見てみてください。どんな活動を現地で行っているのかとか、そういったことが載っているので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では具体的にどのようなことで活動を行っていたかというのをスライド写真の方でちょっと説明したいと思います。これが村のコミュニティのビリカニの女性たちの書いているお母さん方ですね。で、このお母さん方の集まりが当時ゾウの研究をした中村千明さんに助けを求めた方々です。
この時に相談した内容っていうのは村に水汲みを作りたいということでした。水汲みはもともとアフリカだと女性の仕事であり、この毎日水を汲みに行く女性にとって村に水場ができれば象に襲われる恐怖はなくなります。で、水場を作るためには水を引くパイプが必要となります。パイプを得るためにはお金が必要です。そしてさらに象に荒らされても生活していくためにはやはりお金が必要です。中村さんの協力のもと、農作以外の収入源が何かないか村のお母さん方は考えて、あでもないこうでもないという話し合いを行って、みんなの意思でミシンを習いシャツを作るということにしました。実際にこのような洋裁教室の様子になります。この方が先生を呼んで、自分たちで先生を呼んでミシンを習うという形で行っています。このような感じ で実際に私たちの先輩方も自分たちの売ってるシャツがどのようにできているのかっていうのを見学というか見に行くために、何度も多くの先輩たちがアフリカに来てくださっています。このような感じで、こうして作られたシャツはさまざまなイベントでこうやって販売して失礼しました、観光地で、アフリカの場合だと観光地で販売されたり、小中学校やレンジャーの制服などにもなっています。日本でもエレファントがこのようにイベント等で販売をしています。この写真は9月中旬に東別で行われているフィールデイズという農業祭に出展した時のものです。こういったイベントの前に日本に持ってきたシャツを一度私たちがやっぱり点検をしたりするんですが、やっぱりほつれやポケットが縫われていないといったものもあって、年々やはりあですが今年々技術は向上してるんですが、やはり日本で売っているものとは比べてしまうと気になったりするんですが、やはりアメリカの人が頑張ってると思うと買おうかなっていう方も結構いらっしゃいます。最近ではでもほつれ自体もすごく少なくなり、縫い目自体がすごい綺麗な直線になったりとか、最初はシャツとエプロンぐらいだけだったんですけど、最近割烹着が増えたりとか商品幅もだんだん広がっているっていう状態です。こうして得たお金は村の公共施設を作るために使われます。初めは水場を作るために使われていたんですが、その後は子どもたちの教育の場所を作ることに使われました。環境教育を行うことによって自分たちがどういった環境に住んでいるのかっていうことを知ることができて、そのことが共同につながるのではないかと思います。このように最近ではその野生動物の細工、粘土細工もきれいに作れるようにもなってきました。将来的にはこういったものを観光資源として販売することで新たな収入源になるっていうことも可能性もあるかもしれませんし、野生動物をやっぱり知るということはケニアの人たちにとって向き合っていく、自分たちのところで向き合っていくということでは大切なことだと思います。今では現地の方々にも野生動物をよく知ってもらおうという活動として、ワイルドライフクラブというものも立ち上がりました。この活動はケニアの人たちに向けたエコツアーというもので、ここでは車を借りて国立公園内にゲームサファリに行くことで野生動物を身近に、現地の人たちが身近に感じてもらおうっていうような活動です。以前は絵も描けなかった子どもたちがこのような像や金の絵も描けたりするようにもなり、先ほど出てきたお母さん方を連れていくことによって自分たちが本当に何をしているのかっていう、自分たちはどういう環境にいるのかっていうようなことを知ることにもつながっています。私たちの、そして私の考える今後の活動としては、一つ目としてはこの先も長く続けられる活動というものを考えています。現地では先ほど出てきた初めて裁縫を習ったお母様方たちなんですけど、今では資格を取って、裁縫の資格を取って次の若いお母さん方に次の技術を伝えて資格を取ってもらおうというような段階に入ってきています。そういったことをまた少しずつですが村の環境自体も向上していっていきます。活動っていうのは効果が1年とか数年で現れるものではないとは思います。
なので長く続けていくことによって効果が出る活動だと思うので、大規模ではなくてはいいので、小さな活動でもいいから長く続けていくことが大切なのではないかと思います。2つ目としては、誰にでも気軽に参加できるような活動ということです。ケニアにやはり現地に行って協力するっていうことはすごく素晴らしいことだと私は思います。しかしそこまで勇気がない、お金がない、今のは自分たちの生活もあるといった方でも参加できる、そういった活動があればいいなっていうふうに考えています。何か協力を行いたいなっていう気持ちの方がやはり大切だなと思うので、その気持ちが少しでも少しのことで参加できる活動を目指していきたいなというふうに思っています。多くの人がその少しの活動を行うことによって、活動が先ほど一つ目で言ったように長く続けていけるのではないかと思っています。今回の講演会では、私以外の先ほど紹介もあったように部員にも協力していただきました。今では私とはまた違った視点でエレファントの参加をしていると思うので、今まではちょっと私の視点で話させていただいたんですが、他の部員たちはどう考えて活動を行っているのかっていうのをちょっと話していただきたいと思います。現在エレファントの代表をしております祖父江由紀と申します。本日はこのような機会をいただいてどうもありがとうございました。私自身のことを少し話させていただきます。私は環境や野生動物について学びたいと思って、先ほどの話していた副代表の柴田さんと同じ生命環境学科に所属しています。でサークルでもそのような方面の活動が聞けるといいなと思ってこのエレファントに入部しました。私が1年として入った時には2学年上の先輩が4名だけのすごく小規模なサークルで、実際どんな活動をしているのかなっていうふうにちょっと不安になったこともあったんですけれど、先輩たちの努力の甲斐もありまして、現在は1年から3年まで計12名で活動しています。今年の春には東京の早稲田大学でエレファントを元にしたサークルラフィキが活動を始めています。ラフィキっていうのはスワヒリ語で友達という意味だそうで、活動内容の具体的な内容としましてはエレファントと全く同じことをしています。学生の立場からできることというのは私たちが普通に思う以上にたくさんあると私は思っています。このような活動が早稲田大学のラフィキさんのようにこれからもさらに広めていけたら良いなと思って私は活動を続けています。先ほど少し触れていましたが、大学の白樺祭が来週の24日日曜日に大学構内なんですけれど行われて、エレファントも出展いたします。でそこでエレファントは今私とあと2名来てるんですが、このアフリカで作られたビリカニシャツを販売しています。もしお時間がありましたらぜひいらしてみてください。私の挨拶は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。次に同じ2年の森島さんの方が、今年の夏に先ほど少し紹介があったんですけれど中村千秋さんのエコツアーに参加しますので、一言言ってもらおうと思います。皆さんこんばんは。先ほど紹介してもらった、私の代からちょっと大学の学部名が変わってるんですけど、同じようなことをしている生命環境学科と同じようなことをしている環境共生学類2年の森島優と申します。よろしくお願いします。私先ほど言われた通り今年の8月の下旬の方で、サラマンドフの会というところが主催している中村千秋さんのエコックツアーというものに参加するんですけれども、毎年春で2回やってるんですけど年に。で、
夏の方の私が行く方のプランまだ定員6名なんですけど、今のところ2人しか埋まっていないので、もしお時間があるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひサラマンドフの会って検索していただければ出てくると思うので、一緒にツアーに行きませんか。そんなわけで、ちなみに帰ってきてからなんですけれども、大学校内でアフリカ、私がケニアに行って帰ってきてからはですね、報告会を行うので、ぜひ機会があれば来ていただけたらいいなと思っております。で、私の方はこれで終わります。ありがとうございます。こんにちは。私は部長と副部長と同じ生命環境学科3年の斉藤彩と申します。私は今年からこのエレファントに入ったんですけれども、その理由としては、その今青年海外協力隊を志望していて、それにつながることが今からできたらいいなと思っていて、でこのビリカニショツを売ることで間接的にですけど、環境教育がそのビリカニ村の生徒にできるということで参加しました。そんな感じで日々活動しております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ファントの活動の報告としては以上になります。質問がある方いらっしゃいますか。お話ありがとうございました。イノシシ、静岡県で、ね、イノシシの農業試験があったというところ で、そこから進んでね、象も農業試験で今の活動につながっているというお話だったんですけども、イノシシの死骸があって一気に象さんなんでしょうか。でそこに、例えば北海道の場合、今エロシカの問題が考えられますね。で森田先生もいろんな方面でいろんな貴重な提言されておりますけども、だから差し当たり北海道で一番身近でね、で常にこう研究あるいは調査あるいは対策なんかを立てれる教材はそのエロシカなんでないのかなって単純に思って、でまあアフリカの、そういった現状を理解してそこにシャツなんかをねこちらで販売してサポートするというのもかなりこう素晴らしい活動だと思いながら、やっぱりそこにちょっとこう現実北海道のそういう野生の被害なり実態なり、ね、ちょっと入ってて。でそこに何らかのアクションがあれば、ね、もっと我々として身近に皆さんの活動もにも理解ができるしいいんじゃないかなってちょっと単純な思いしました。どうですか。そうですね、初めて私がこの酪農学園大学の生命環境学科というところに入ったときに、豊後の方の中島の方に鹿が増えてしまっているということを聞いて、まずそこが私としては静岡県と同じだったのかなっていう、北海道でもなんかそういった農業被害っていうのがで、先生方もこれが中島だけではなく北海道全土で増えてしまっているっていうことを聞いて、日本の各地どこでもそういったことが起こってしまっているっていう現状があって、やはりそういうことに関わりたいなって思った時にこういった話を聞いて、対策をどうしたらいいかっていうことも考えなければならないなっていう時に、このビリカニプロジェクトっていう話を聞いた時に、こういうふうにして圧力を考えることによって、その保護やその
うまくやっていく、野生動物との関係を保っていくっていうことが素晴らしいことだなっていうふうに考えて、活動を、私は行おうと思いました。学部学園大学は吉田先生のところのゼミからですね、エゾシカの問題を集中的にやってるゼミでありまして、例えば 中島のエゾシカなんかは今年環境省を組んで、もう増えすぎてもうどうしようもなくなってるんですよね、中島。それでよく皮を使うとか肉を食べるとか資源にするっていうんですけど、中島の場合はもう食べ物がなくて痩せ衰えてしまって、皮もボロボロ、もう本当に飢餓の状態になってしまって、それはもう資源化するっていう世界になっていて、もう本当に死んでいただくしかもう手がないってことで、今年そういう駆除の大きなプロジェクトをやってますよね。一応いいなんですけどねそういう酪農はいろんな取り組みがあるので、よかったらその環境省のやつなんかホームページになってますよね、取り組みね、なんていうプロジェクトとか忘れましたやってますので、本当にこう今ちょうどやってるところで、この間試験的に小さな島の駆除のテストをして、今度中島の一斉の方をやらなきゃいけないんですけど、観光地なもんで殺してるとか運んでるとか死体を、そういうのを見られてしまったら本当に地域のダメージになるみたいな、そういう地域との戦いもあって、じゃあどうするんだみたいな、だから夜中に船で運んだりとかですね、その日だけ入らないようにこう池をこう閉じたりですね、なんかいろいろ苦労して今やられてるみたい。今お話あったように北海道のエゾシカは駆除せざるを得ないんですよね。で、駆除してるんですけど、静岡のイノシシはどういうふうに思われますか？静岡のイノシシの場合はまだ増えすぎちゃって増えすぎているのか、ただ単に畑の方に出てきてしまっているのかっていうような状況もまだ分かっていない状態で、どう駆除をすればいいのか、どうやって捕獲もすればいいのか、全く今わからイノシシの行動すらもわからない状態っていうのが今の現状となっています。他にご質問ありますか？質問いっぱいあるね北海道大学獣医学部6年の近藤です。どうも貴重なお話ありがとうございました。皆さんメリハンの活動を聞いていて、すごく素晴らしいなというふうに思って聞いていたんですけれども、ちょっと聞いていて、ここの資料の限りで聞いていった印象として、T シャツを販売して、で、その売り上げを向こうに、ビリカニ村の方に寄付させることで、ビリカニ村の、発展とか、その野生動物の共存というのに、協力をしているというふうに、受け取ったんですけれども、僕今、こういうこのアフリカゾウと人との軋轢があるっていうのはそんなにここまで詳しく知らなかったんですよね。僕も結構野生動物との人との共存っていうのに興味はある方だったんですけれども、知らないことがまだあるなと思ったところでして、なのでもしその T シャツを販売して売り上げを向こうに寄付するということだけではなく、他のことをする余力があるのであったら、日本において、こういうこの今ビリガニ村で問題になっているような問題があるんだよっていうのを、日本の人たちに、環境教育をするっていうことにおいていうことにまで手を広げることができれば、ビリガニ村の人と野生動物の発共同っていうのにも協力できるし、日本の環境教育においても自分たちが貢献できるっていうことができたらすごくいいんじゃないのかなというふうに勝手な
あれですけども、はい、その通りだと思います。ありがとうございます。で、質問なんですけれども、はい、T シャツの販売を行って売り上げ向こうに送っているということだったんですけども、まあ、結構こういうデリケートの話を聞いてしまうのは良くないのかもしれないんですけど、具体的な金額としてどのぐらいの売り上げがあるのかなっていうのがですね、疑問だったんですけども、もしお答えいただけるのであれば教えてください。大体去年の売り上げが3万ぐらいになっています。それは現地の貨幣的にはどんなもん？ちょっとすみません、そこの部分わからないんで。ありがとうございます。例えば現地でミシンを1台買うのってどのくらい？ミシンの方は、うん、初めはこれは寄付、先ほど紹介のありました中村千秋さんの方が先に始められたプロジェクトですので、中村さんの方からミシンを持っていった形になってまして、で今はミシンの数も増えたらしいんですけれど、その辺は現地の方と千秋さんがやっていることなので、エレファントはちょっと関わっていないので、その辺はちょっとよくわからないんです。申し訳ありません。そういうのってやっぱりリアルなことだから興味はありますか？今度聞いてみたらいい。今度ぜひ調べておきます。お話ありがとうございます。今近藤さんと同じ北大の獣医学部、今4年の中尾と申します。私は、高校の時に2回ケニアのマサイマラ国立総合学校に行かせていただいて、現地のマサイ族の方々のお話を伺った時に、やっぱり象の被害はすごく大きいんですけれども、親戚に1人は絶対象に殺された人がいるというぐらいの被害で、そんな農業被害で生活が危ういとかいうレベルの話ではなかったんですね。それで、こちらの村の方々は、農業がダメなので、じゃあ代わりの産業をっていうふうにして今 T シャツとか作られてると思うんですけど、多分その私が出会ったマサイの方々的には、まあ、象は駆除したいっていうのが本当のところだと思うんですね。で実際その方々も、農業もやってらっしゃいますし、象をこう見つけて、まあ、殺してしまうような事件もあったり、まあ、ライオンとかも同じなんですけども、そういうことがあんまり強制できてない部分があります。で、この村の方々はそういう部分で納得して自分たちでその代わりの産業をというふうにしているのか、それとももともとこちらの、すいません名前が中村先生、中村先生がこのお話を持ち込んで、あちらの方々に象は守らなければならないから代わりの産業をやってくださいというふうにしたのか、どういう流れでなったのかということを教えていただけますか。初めはやはり、中村さんがというより村の人が困っているからということで中村さんに頼むという形で、やはり向こうの人たちはどうにかしてほしい、援助してほしいっていうような感じだったんですけど、中村さんがそれはいけないと、結局頼り気になってしまうんですね、一回だとお金とかに。自分たちで考えてどうやったら生活できるのっていう話で、農業の代わりではなくて農業は続けていく、農業プラスに副業としてこういったシャツを作ることで安定収入を作るっていうふうに考え、本人たちが考えて活動というか、そういうふうな流れでビリカニ村では生活を立てていくっていうような形になりました。でも鯖の方ではマサイマラのように象に殺されたりだとか、それから、まあ、野生動物に被害を被ったので殺してしまおうと駆除してしまおうというような事件はない？あります。あります。
はい、そういったことがやはり中村千秋さんとしてはそういうところが問題で、村の人たちは確かに殺してしまうっていうよりも求婚しているっていう方が大きい。どうしようどうしようみたいな。そうですね、殺してしまう、確かに憎いっていうのもあるんですけど求婚もしている。で、求婚するのを回復する中で中村千秋さんたちが象っていうのはどういう動物なのかっていう教育を同時に行うっていうことで、あの象に対する意識の変革を行っていく、環境教育を先ほどあったように小学校などで行っていくということで意識の変化をしていくっていうような教育の成果を成果というかことを行っていくっていうのが活動の中心になっています。あのこういう若い人がこういうふうに議論というかするので、普段あの環境の関係者って結構年齢層が高いんですごい嬉しいなと思うんですけど、そろそろ、お時間かなと思いますということで、あもし質問があったらあの皆さんこの辺で聞いてください。それでこのシャツですね、ちょっともっとこっちへ出てきてもらって、その、うん、確かに素朴な感じですね。このプリントは誰が向こうで自分たちで書いて作ってるの？書いてはなくて、プリントはこういうのを着けてそれを買う。1枚いくらで売るんですか、白樺祭？2000円です。ちょっと高いです、ね、ちょっと高いです、ね、はい、今日は持ってきたいですか？あ、商品としては持ってきたいです、ね、予約は受けたわかりました。はい、じゃあありがとうございました。じゃあ、皆さんに本を見せながら座ってください。真ん中真ん中、はい、じゃあそっちと、じゃあこっちと、はい、お疲れ様でした。ケニアの旅はいいの？こっちでいいの？これはいいの？こっちでいいの？はい、それではお待たせしました、森田先生のアフリカのお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、お忙しいのにありがとうございます。時間が、あまりありません、20分が倍になってしまいましたので、ご覧のように当初ウガンダというのが入ってましたけど、ウガンダは省略いたします。なぜかといったら、エレファントがなければウガンダを予定したものですから、省略した。先ほど120枚とおっしゃいましたが、164枚です動物がたくさん出てまいりますので、まあ一つよろしくお願いします。基本的には、鳥獣、そしてマサイの生活、そしてスラム屋と、そんな感じで、お話をしていきます。これは、省略してもいいか。あ、でも上に書いてます。2005年の11月7日から8日にかけて行きまして、それはラマサール条約の締約国会議がありまして、ケニアの左側にウガンダというのがありまして、タレントにウガンダというのがいますけれども、無関係だそうですけれども、そのウガンダに行くのにはナイロビで乗り換えなきゃならないんですね。で、行く時に寄って、帰りにも寄って、つまり2回入国いたしました。そんなことで、その後、
今年の2月1週間で行ってまいりましたんで、その方法といいますかお話を聞いていただきたいと、アフリカの話でいたし、第一交代という懐かしい言葉、ホッサマグラとも言いますが日本にもありますよね、ご存知ですか。ご存知なかったら一つ調べてください。このようにですね、地球の割れ目がありますずっと今話題のシリアからずっと紅海からこう、そして、西側というでちょうど真ん中にビクトリア湖というのがありまして、このビクトリア湖の左側がウガンダ、そして右側がケニアなんですが、その第一交代のところにあるのが、後ほどお話しするナクル湖ということです。これ先ほどのうちと同じです。なんとか村がこの辺です。すいません。マサイが、こちらです。で、ナイロビがここですからこの辺が、ナクル湖ですね。赤道のちょっと南側ですね。ですからこういうふうにナクル湖に行って、マサイマラに行ってナイロビに戻ってます。そんなことで最初行った時はの話をちょっとしたいと思います。ケニアの1シリングは 1.2 円です。1.2 円だけど価値は全然違うんですね。400万人、スワヒリ語が慕る言葉でして、部族が非常に多いものですから、そして、旧植民地といいますか、イギリスの植民地です。アフリカの東側は、大体イギリスの植民地、西側はフランスの植民地でフランス語圏、そういうふうになってます。ですから当然、左側通行です。日本車がいっぱい走ってます。それで行ったのはナイロビ国立公園と野生動物保護施設、国立の、ゾウやキリンも治療します。動物孤児院で、その横にサファリウォークといってちっちゃな、ナイロビのナショナルパークをちょっと、歩くという、その他にゾウの孤児院もあります。これがお金でございます。以前のケニアの大統領が書かれます。これがコインですね。同様です。これがナイロビの町の中です。これが先ほど言いました、ナイロビナショナルパークの中にいろんなものがこう混じってるというか、そして、ご覧のように白サギがシンボルマークになってます。これが門ですね。入り口です。ここにはライオンがいまして、ここにも白サギがいますけれども、このゲートの周りにいろんな施設がありまして、その入り口、これは門番ですが、これは神戸俊平先生ですね。これもっともっと大きいんですけれども、国立の野生動物の保護治療施設です。いろんな大型の獣類が、収容されるんですが、貧弱な治療機械、20年前30年前の顕微鏡を使ってるわけですね。でも寄付するのは嫌だという、つまりプライドが高いんですね。驚きましたが、これが動物孤児院、つまり親が密漁にあって、子供たちを育ててるから人にとっても慣れてるわけですね。これ、後ほどまた出てきます。ケージの中のこれも後ほど出てきます。これはチーター、中に糖別入れてもらいまして、顔はニコニコしておりますけれども、心臓はドキドキしております。本当は頭でも撫でなかったんですが、ちょっとやめました。これはガラス張りなんですが、これがいわゆるその行動展示というやつね。今旭山動物園あたりが中心になってどんどん広がってますが、もうとっくに昔やってます。
そんなことで、間近に見られる、それで、うん、今回行ったところ、先ほどナイロビのナショナルパークの動物もちょっと出てきます。ナクル湖、国立公園に対してマサイマラはランクが上で国立保護区になっています。ナショナルパークは NP ですが NR という、それとツエツエバイという、年配の方はご存知かもしれませんが眠り病というのがありまして、それのまだその肺がおります。その捕獲調査を手伝ってまして、マサイの村を訪ねて最後キベラのスラム街という話が続きます。真ん中におられるのは神戸新平先生で、日本大学で私とほぼ同じぐらいの年です。女房は顔がもうすでにむくんでおります。もうちょっとぺちゃんとしてるんですが、いわゆる高山病にかかっておりまして、ね、そんな意味では、はい、これがナクル湖の入り口、いわゆる皆さんご存じの、フラミンゴの有名なところです。これが入り口です。これナクル湖で、この辺に白いのがちらちらというのはこれがフラミンゴです。第一交代というぐらいですから、こちら側が、向こう側がガサーッとこうなっているわけですね。割れ目ですね。その割れ目に水が溜まったということです。これが反対側ですね。崖です。マサイマラ国立保護区のこれは、ゲートがいくつかあるんですが、その一つです。西側のゲートです。ご覧のようにこれがマサイマラの景色です。少年ケニアというのが昔やりまして、ターザンが出てきました。とてもターザンがあーあーと言って、やれるような樹木はありません。ケニアではなくておそらくウガンダあたりの話じゃないかなと思います。アフリカ全体をイコールアフリカイコールケニアという意味で使ったんじゃないかなと思われます。とにかく草原です。それに対して、ウガンダに行った時は住民隊の景色でした。こんなサボテンもあります。そしてこういうのがごく当たり前の景色です。寒気でしたんで、非常に草が少なくて、一生懸命、バッファローが、草を食っているところね。テーブルツリー、つまりアカシアの木がメインですね。ごく、今度は旗織り鳥科からちょっと言います。もう名前は言いません。まあこんな感じです。顔が黒いですね。もう木の通りです。旗織り鳥ですね。でこれが旗織り鳥が織った巣ですよね。20種類ぐらい旗織り科がいるんですが、実はこの巣は全部使ってるわけじゃないんです。あっち行ったりこっち行ったりしながら、 あるいはカモフライジュに作ってると言われています。これがこの旗をここに穴が開いてますね。2箇所開いてたり1箇所だったりして、とにかくせわしなく飛び回ってます。ですから写真を撮るのが非常に難しかったというのが正直なところです。ちょっとくちばしがねユニークな、ずっと草原性の鳥を説明してます。なかなか写真を撮るのも、大変でしてね、望遠で、撮るんですけれども、400でないとダメですね。それ以上だと三脚が必要になるんで、車内で走りながら撮るんですね。これはたまたま、道路上に死んでたんで、一瞬車から降りて拾おうかなと、いつも癖がでかかったんですが、やばいって言って降りたらまずいって言って、これがね、地元に奇跡霊って感じね。日本の奇跡霊とはちょっと違いますね。見ていただきたいのは角の上に止まってる牛ツツキですね。
これはダニを食ってるんですね。そんな意味では共存してるというか、牛つつきも何種類かいます。まあ皆さんおなじみのダチョウです。ダチョウといえばやっぱり南アフリカが有名ですけれども、草原和紙、やっぱりこの 目のとこ見るとね、なんか和紙って感じしますね。なんか獲物を狙っているような感じですね。これは相当遠くから撮ったんで、実は後ほど出てきますが、その中で、獲物をライオンが取った、そのごめんなさい、チーターが取った、そのあと掃除をしようということのようで、待機しているところですね。ヘビクイワシ、ワシには見えませんが、しっかりイワシです。カムが十数本生えてます、ね、こう。そして、ヘビを食うワシなんですけれども、実はハンティングが餌を取るのがユニークでして、パタパタパタと走ってポンと一回叩いて、で一旦バックするんですね。で今度また近づいていってポンと蹴るわけですね。そして、その後口で食うというね、つまり毒蛇対策のためにそういう、とにかく身軽に出たり入ったり、だからボクシングやるのも同じですね。喧嘩する時も蛇食いワシの真似をすれば勝ちですね。そんなことで、とてもユニークなこうハンティングということで、この名前がついたようです。長原棒、猛禽類って感じ。種目、種目鳥ね、ちょっと、これから水辺の鳥になっていきます。先ほどの牛とつきと同様ですね、アワサギもバファローの上にこう止まってね、餌を取ってます。それに対して、ね、大きいからオオシラサギ、もちろん通りです、大きいです。白鳥まではいかないけれども、大白鳥まではいかないけど小白鳥ぐらいだな。ちょっとひょうきんな顔してますが、ズグロと言ってます。ズグロ、頭が黒いからですね。ズグロのアオサギ言っても変ですかね。ズグロのアオサギ、次にしたらアオサギいきます。はい、アオサギちょっと違いますね。ちょっと違うね。これがズグロ、ズグロアオサギ、これがアオサギ、ちょっとジョンナオサギとまた模様がちょっと違いますね。トキも何種類かいます。気の遠い、首から上が黒い、ね、首から上が白い、まあくちばしは赤いですけれども、これはブロンズ、ね、まあそんなことで、トキのくちばしはユニークですね。これはトキとはちょっと違いますが、有名な、トキですね。クラシコ、それに対してこれもクラシコに似た鳥で、横一列ずらっと並んでね、羽ばたいてます。これはナホルコの湖畔で、国立公園内なんですけれども、下車していいというところ、あまりたくさんいませんが、これ見たさにみんな集まってくるわけですね。フラミンゴも大きく分けて、大きいのとちっちゃいのに分かれます。大フラミンゴですね。大フラミンゴ、それに対して小フラミンゴ、多い時には2万羽がやっています。私ちょうど寒気に行ってるもんですから、雨季になりますと200万羽いるという、すごい、皆さん写真かテレビ映像で見られたと思うんですが、すごい数がで、まあこれは居残り組ですが、それでも結構いました。
でなぜフラミンゴがたくさんいるかというと、天然ソーダっていうかね、さっき言った第一抗体、ソーダ法ですから、ジャッカリは、ハイエナが近寄ってこない、天敵がいない、少ないということでもあって、多くの水鳥が生息しているという、そういうことで、有名なところです。ナクルのフラミンゴです。ホオオジロカンムリズル、世界にそんなに12種類かないるんですが、その一種類です。頬が白くいて冠がついてます。実はこれは賢者から左側のウガンダの国鳥になってます。実は非常にいい写真を撮ったなと思ったんですが、足元がちょっと毎日、実はね、草むらの中で撮るとこの冠が同じ色ではっきり見えないんですよ。で、何枚も撮ってるんですが、正面で撮っても後ろで撮っても面白くないんですよ。これ横がいいんですね。うまく撮れたんだけども、ちょうどタイミングが悪く水の中だったというかね、そんなことだけども足元を見ないで、上の方を見ていただくとなかなかね、いい雰囲気、いい鶴ですね。まあ日本のカワウと同じです。相変わらず、日本と同じギャーギャー鳴いておりました。これから新千鳥になりますが、まあ、こんな見せ目の鳥ですね。こういうのを、まあ、ゲリっていうんですが、まあ、適当に見といてください。これはちょっと面白いんですが、トサカゲリという、トサカゲリ、まあ、新千鳥のことなんですが、トサカなんだか、トサカに肉だりがないんですよね。あの鶏とかでも上についてます、トサカに。だから、なんですが、まあ、トサカにはついてないという、まあ、ユニークな鳥で、非常になんかチャカチャカしてて写真が撮りにくいそうなんですけれども、まあ、幸い、まあ、アップで、ちょうど横の姿でね、上手に撮れたなと、勝手に喜んでます。まあ、字の通り、ね、ガンという感じです。これも草原性のね、渡り鳥でしょうね。やっぱり大野がなかなかこう色が似てるんで難しくてね、これ非常にあの拡大したんでぼやけてますが、灰頭小瓶、頭が灰色だからっていう意味なんでしょうかね。まあ、いわゆるカワセミの仲間です。同じくこれもね、まあ、日本のカワセミに似てますが、ちょっとやっぱり雰囲気違いますね。これもなんかギリギリですね。実は、サファリしてると、こんな光景を見る。つまりキリンがいたらキリンのそばに車が止まって、まあ、写真を撮ったり見たりするという、まあ、こういう風景が点々と続きます。それを、まあ、見てると、まあ、いろんなサファリ感があるんですが、まあ、これは屋根があるのかないのか分かりませんが、このようにただ天井がというか屋根が開いてるだけの、車もあります。こっそり撮りました。なんか動物を撮ってるふりしてバサッと撮ったんですね。これは、これは通常これを下げておくわけですね。そして、ナショナルパークに入るときにこれをぐーっと上上げるわけですね。これはもう最初から、そんなもんなくて、もうなんか動物に襲われそうな感じ。あの野球で観覧席の前にまた観覧席あるじゃないですか。なんかスリルがあるという感じ。
あれに近い発想かなと思って全然襲われそうになるんですが、まあ動物たちは、私もあの野塚半島で仕事してますけども、車からよく降りて近寄って写真撮ろうとする人がいるんだけど、知らない人ですね、だから、車は車、人は人という、ですから車を見ても襲わない、でも車から人が降りたら襲われる恐れがあるという、まあ、そういうことで安全と言われています。で今ここ降りてます、そこに入り口に今ナショナルパークの方がおられますが、ここの帽子とここのパンフレットを買ってきましたけどね、ここ人を映せませんので、ここに立ってる番をしてる人のリベートが入るようなんです、ここにトイレは映してませんかと、一箇所トイレがありまして、トイレないと困るよね、触りかにトイレつないもんですから、だからトイレ行きたくなったらここへやってくるという、でそのところにこのカバがここにいっぱいいるところが見れるようにちゃんとしてあるんですね、まあ安全なところなんで、まあそれでも私は、棒を持って行きましたけどね、一応ね、これがポリスですね、パトロールします、道から外れたりしてる、あるいは、密漁にゾーナーから密漁のためにこういうパトロールをしております。面白いことにマサイ村の中に、飛行場がありまして、今ベニスですね、ナイル海から、このプロペラ機で飛んできて、そして、騒ぎをしてまた帰っていく、あるいは泊まっていく、立派なホテルも中にあるんですよね。そんなことで、まあ、スケールが大きいですね。その横でしっかりマサイが物を売ってましたけど、人間さんいなかったんで写真を撮らせていただきました。写真を撮るのは大変なんですね。後ほど出てきますが、大体隠し撮りでございます。なんか木が生えてるなと思うんですが、あ、見ていただけだ、この右側、これが後ほどお話ししますが、伸びの跡です、うん、でちょうど道路のところで、消えてるんですね。こっちはまだ伸びがあってない、これなんかポンと木が生えてるなと思って近寄ったら、実はアンテナなんですね。でこういう配慮がされてるということで、こういうのをやっぱり見習うべきかなと思います。別に、あ、これちゃんと現地で買ってまいりました。マサイ棒持ってますね。あれ盾に持ってるわけじゃない、僕はと槍だったんですね。で、まあ刀狩りと同じで、槍狩りをやったんですね。だから終戦として棒を持ってるわけですね。で私あるところに行った時に本物のやっぱり金属の槍がありました。私錆びてましたけどね。で実はこちらがタンザニア、こちらがケニアなんですね。私はタンザニアにいて、女房はケニアにいるわけです。ここは降りてもいいところで、この近くで、まあ、ワニを見ることができると。だから私はケニアの他にタンザニアにもちょっと行ってきました。この獣編です。もう字の通りです。ちょっとカモね、アフリカの人の感じに似てまして、カモがちょっと黒いですね。ひひ、ね、もうなんか悠然としてます。これバックはナクコです。観光客がね、なんかやるんですね。一生懸命バナナを食べてました、と言いながら、ま、私一生懸命写真撮ってました。ハイエナですね、プチハイエナ、実はハイエナは足が遅いんです。だからどうするかというと、チームワークがいいんですね。チームワークでもって獲物をかっさらう方ですね。獲物を取るんじゃなくて、取ったやつを横取りするっていうね、皆さんご存知の、掃除屋さんです。それに対して、ジャッカルね、
まあ、若干はご存じだと思います。まあ、こちらは、まあ、襲う方ですね、バッファロー、もう言わなくても分かると思います、こういうバッファローがもういっぱいいっぱいたくさんたくさんいます、どこにでもいるって感じですね、これは実は居残りのヌーですね、ヌーはいないはずなんですね、タンザニアの方に草が餌がないもんですから、これからお見せする川を渡ってタンザニアの方に移動して、そして居残りなんですね、なんとなくなんか白い火に生えてる感じですね、なんとなくお年寄りって感じするんですが、実はこれがナルビナショナルパークで撮った、時の、これは11月ですからね、雨季ですね、これがヌーです、皆さんおなじみのヌーと一緒にシマウマもいましたり、このヌーの上にやっぱり、牛つつきがね、牛つつきはシラサギ、ごめんなさい、シラサギとか、アマサギが、よく乗ってました、これがヌーの渡る川、だいたい決まってるんです、でこの辺からこう来てこうやってウィーッと行くところ、だからよくテレビなんかで映像出てきますね、もう場所決まってるから、そこでちょっとこれ橋の上なんですね、橋の上から撮るとちょうどいいんですね、飛ぶのにね、だからまあそんなことで、まあ寒気ですから当然水少ないですよね、雨季ですからこんなところ見えてません、この辺までですありますよね、水がね、結局まあワニに食われたり、あるいは水に溺れたりしたのがこういうゴロゴロゴロとこうあのヌーの額が、まあ、転がっているということです、この牛川の続きで牛川は結構数が多いですね、これはスタンダードな、これも先ほど言いましたウガンダ、ホウジロカンムリズルとインパラが向かい合っているのがウガンダのマークですね、まあ、ごくありふれた、自分とトッピと言います、まあ、和んでます、でもオスはキョロ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 しながら周りを見渡しています、だいたいこういう高いところに、ね、止まって、見晴らし見えるところで止まって、まあ、見張っているのが普通なんですが、一の通りウォーターバック、水辺で、生活している、まあ内陸でも生活しています、寒気になりますと、まあ、少し青いけれども水の中に入って水草を食うという、まあ、そんな意味でウォーターバック、それに対してブッシュバックというのもいるんです、その字の通りブッシュ専門に内陸性の、まあ、動物ですね、このかっこいいんですよ、この眉毛がピッピッ、眉毛というか目の上の眉毛のような感じね、で耳がこうなっ て、ね、なんとなく見た感じかっこいいんですよね、これはナイロビナショナルパークで撮ったやつですが、なんかハーテビーストって書いてあるから、私は最初ハートハートと思った、だからハーテだったんですね、なんかハートになってるように見えるかなと、むしろ仲間です、シマウマも2種類いまして、これが一般的なシマウマで、顔がもうこうシマだらけぐちゃぐちゃとなったのがありますね、一番ちっちゃな鹿の中まで一番ちっちゃいね、11月、これも夕方、偶然撮れた、写真で撮れた、白サギ、基本通りですが、真っ白ではありません、後ほど黒サギも出てきますけど、白サギはもともとケニアにはいなかったということで、昔はいたんでしょうが、南アフリカから持ってきて、まあ、いわゆる再導入というんでしょうかね、それで、まあ、増やしていったという、まあ、
ナフルコだけじゃなくて、ナイロビナショナルパークでも同様で、使用されます。少しずつですが、増えてきたと言ってます。こんな感じですね。こういう鳥たちがね、ペリカンもいます。こういう水辺のところでのんびりと生活して、まあ、アップで撮ってるから、なんかそれしかいないのかなと思うけれども、周りにはいろんな動物たちがいるっていうね。それに対して白サイ、ここにもひとつきがね、止まってます。これ、まあ、なんちの、砂浴びしてるんですね。もう横にひっくり返ったり、ひっくり返った写真ってね、面白くないので、じーっと車を止めて待ってて、体を起こしたんでパチャッと撮った。まあ、そんな感じです。アミメキリン。実は これが一般的な網目になっているキリンです。網目、網の目になっている。それに対してマサイでは、マサイ、もう一度とりマサイ、なんちの、落ち葉じゃないわ、もみじの葉っぱ状になってるんですね。で、マサイチョウにしかいないという。でもお土産はマサイに行ってもアミメキリンしか売ってないんですね。本当はマサイキリンが欲しかったんですけど、で、いろんな飾り物もしてあるんですけどね、全部アミメキリンなんですね。なんでか分かりませんが、そんな意味では、このキリンを見た時にちょっとこの模様を見ていただければしつこいようですが、はい、これはナイロビナショナルパークの方ですね。これももちろんマサイです。1頭だけこっち見てますね。11頭ゼラゼラゼラとつながって歩いて、ギョロッとしたんでパチャッと撮るんですね。なんか遊んでるのか喧嘩してるのかね、なかなか、ところでキリンはとっても可愛く見えるのはこのまつげがとっても長いんですね。なんてことはゴミが入らないように長くなっているだけのネットなんですが、まつげが長いだけにね、皆さんのそのプリントの表紙も載ってますが、なんか可愛く見えるとか、そんな感じですね。それとキリンもやっぱり、哺乳類ですから、骨は、首の骨は7個ですね。7個、そして半数獣ですね。だから食べたものをずっと一旦胃袋に入れてまたぐーっと戻すんですね。ご苦労さんですね。大変だと思いますけれども、で、7つしかないんだけども、まあこのようにとっても丈夫にできてるというかね、鳥なんかは十数個ありますから、頸骨がね、非常に突っついたりね、首を後ろの方まで見たりできますけども、まあ、そんな意味では気に入って面白い、まあ、これも進化なんですね。だん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 、餌を取るために、低いところはみんな食われてしまう、で、高いところの木を、木の葉っぱを食べようということで、進化したと言われています。ライオンがずろりとギョロッと見てます。実はこんな感じです、今のこの寝そべってる。で、物語がちょっとありまして、一頭シマウマがトコ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 と走って、今度トコトコトコと戻っていったんですね。実は気がついたんですね、ライオンがいるのに。で、一頭じゃやばいということで、この集団でまた戻ってきて、集団でずっと通り過ぎていったというね、やっぱりシマウマの本能というかね、かなというふうに思いました。ライオン、いかにも昨日言われました、犬を手術したんですが、エリザベスカラーをつけたんですが、その人じゃなくエリザベスカラーをつけますけども、あ、ライオンみたいのっていう、ライオンみたいのっていうの
は言われたのは初めてでして、そうそうこれからライオンみたいっていう、エリザベスからって言ってもわからないからライオンみたいのつけますっていうのがいいのかな、エリザベスカラーって感じですね。ライオンの新婚旅行というそうです。オスとメスがこう何日もこう相性のあった、ね、メスと、あちこちこう、まあのんびりと一緒に歩いて、実はラッキーなことに、巡り合いまして写真を撮りました。あんまりこういうのは見せたらいいのか見せない方がいいのか分かりませんが、やはり私は獣医師でございますんでいいかなと。ちょっとチーターちょっと見せないんです、非常に小さい。実は先ほどあのハゲタカがハゲワシかいましたが、ハゲワシはこの辺に今いて、でこっちの方に側にはハイエナがスーとウロ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 してましたね。でこの辺にやっぱり餌があったんでしょうかね。で草むらから出てきたところをなんとか写真に収めたんですけども、そういったこうチーターの食べた後ちゃんとその後、順番を待ってるのがいるんですよね。水辺にはもうカバだらけ、それをまあアップデートとね、まあ、で夕方になると陸に上がってくるそうです。で陸に上がってきたカバを見たんで、見て写真を撮ったんですが、あまりにも暗くて、実はストロボが全然だってものすごい大きいですからねダメでして結局撮れなかったんですけれども、やっぱり迫力がありますね。これはカバのマーキングだそうです。うんこピッとつけてね、匂いつけをしていくそうです。今度はゾウ、アジアゾウは結構人が訓練して、ね、タイを中心にいろいろと、まあ、馬の代わりに使われてますが、アフリカゾウはどうも大きいということもあるし、あまりそういうものに使うイメージはありませんね。ですから、日本の動物園はやっぱりアフリカゾウよりアジアゾウの方が多いかなと。だって持ってくるの大変だもんね。それともう一つ、キリンは大きいです。ものすごい大きいです。日本のキリンはちっちゃいですね。そこで考えたんです、なんで日本のキリンはちっちゃくてアフリカのキリンは大きいのか、同じ種類なのに。考えた末、持ってくるのが大変だからちっちゃいのを持ってきたという、そういう結論に達しまして飛行機で持ってくるわけにいかないし、船でね頭下げたままね船で来るなんて大変でしょう、大きかったら。まあそんなことで、でゾウは、まあ、水浴びをしたり水を飲みに来たりしてます。これがウォーターバック、先ほど言いましたけども、その横をこうずっと隊列を組んで、ます、今日のほんの資料と同じ像さんですね。これはずっとこっちへ歩いてきた時に撮った写真です。ウォーターバックというから水辺ですね。で水飲んだ後移動してるというところです。これはその後撮った後、私はタイに行った時にこのうんこで作った、紙を手帳買ってきましたね。あの紙作れるそうですね。イボイノシシで見ていただきたかったのは、これは野焼きした後、ごめんなさい、野火になった後ですね。野火になった後こうイボイノシシがトコトコトコっとね、実は、あちこちで野火が起きてまして、このように、実はこの野火が起きて この辺が焼けることによって、日本でもあれ野焼きってありますね、まあ、焼き畑の農業というのもありますけども、こう焼くことによって、新たなまた、草、新芽をですから
これの伸びで、焼けた後草が伸びてくる、それを食べにヌーがやってくるという、だから、毎回に、自然の現象といいますかね、なってるんだなと。だからといって、日本みたいに騒がないですね、伸びでも別に先ほど見せたように、道路のところでバッと消えちゃうわけですよね。して、木が焼けたりしないわけですね。木はテーブルツリーみたいになってますから、で葉っぱが燃えることはありませんしね。これなんかアカシアの実に見えるんですが、実はわざわざ潰して写真撮ったんですが、これアカシアの実に見えるんですが、アリの巣なんですね、これね。ね、巣を作ったんですよ、ここにね、アリのね。普通地面の中だと思うんですが、やっぱり地面の中は居心地悪いんでしょうかね。まあちょっとユニークな、のがおりました。のっそのっそと歩いていました。ちょっと名前がわからんので、まあ、トカゲなんでしょうけど、何トカゲかちょっとわからん。分かっても横文字で書いてるから日本ではどう言えばいいのかっていう、なかなか難しいですね。これはクロコダイルです。ワニなんかもっと大きいですけども、あれはナイルワニといってね、ナイル川の源流なんですね。ビクトリア湖、先ほどね、ウガンダとの間にある湖と言いましたけども、あそこはナイル川のエジプトまで流れて、これからちょっと問題点を考えてみたいと。これは以前言ったところのものです。ちょっと文字が書いてます。これは先ほどの、マサイマラとはちょっと風景違いますね、なんとなくね。実はここにこれ灰が残ってます。何でしょうか、説明が書いてあるんですが、実はその横にこういう像が立ってます。像の像ですね。上に、そして下見ていただきたいのは象牙を燃やしたところなんですよ。ここで、密漁で没収した象牙ですね、まあ売ればものすごい高価なもんなんですけれども、国はそれを全部焼却処分したという。だから、象牙の問題、あるいはサイの角の問題、まあサイの角は、まあ、漢方薬になるとか言われております。象牙は言うまでもなく男石だけは日本だそうです。最初印鑑だけかなと思ったら、三味線のバチもね、なんか象牙を使うという話を聞きました。ですから日本で象牙の印鑑バチを使わなかったら密漁はなくなるということでね。ただ日本人はとっても悪いことをしているという、まあそれは、木もそうですね。大体上から輸入している木使ってますけれども、それと同じような関係かなとも思います。まず問題は、密漁がある。密漁のためにまあいろんな対策を狙えて、まあある方が、犬を使って、まあ北海道ではボウというのがボワせて、取り押さえるとかね、いろんな方法をこじられてますけれども、ですから、ポリスはそのピストルじゃなくて、つまり兵士のと同じですね、武装をしているというのは、密漁に遭う人、密漁者は、武装してますから、それに対してこちらも、そのライフなり武装しないと、いけないわけですから、そういうのが現実問題、起きている、依然起きていると言われています。ですから亀井先生は くれぐれも周りに象牙の印鑑を普及しないようにというかね、何気なく見たら、売ってましたわ、浅草の、中通り歩いたら
象牙のなんか作品が売ってました。写真撮るかなと思ったけどちょっとやめましたけどね。もう一つ問題があるのは、先ほど酪農大の学生さんが発表されました。実は、ナイロビナショナルパークとナイロビの市街あるいはナイロビ空港は隣接しています。ですからナイロビの空港の飛行機が飛び立つときに野生動物がやってくると飛び立てれないわけですね。そういうことでナショナルパークは普通フェンスを張られないんですが、さすがに空港とナショナルパークの間にフェンスが張られています。ですから飛行機の中からキリンがのっそのっそと歩いているのが見えるわけですね。それぐらい今近いわけですね。それで、先ほどそのT シャツの話が出てきましたけれども、実はもともと牧畜がメインなんですね。で牧畜だと、まあ遊牧民と同じですから経営が安定しない。つまり山菜といっては安定しないから、山菜を取ってきてそしてそれを畑で植えて、農耕するという、つまり牧畜から農耕に移行させようというふうに国はやってるわけですね。ですから畑を作れば植物を植えるわけです。当然植物ですから、ゾウに限らずいろんな草食性の動物が食べにやってくる。もともと牧畜をやっておれば草がないわけですから、襲われるとしたら肉食獣ぐらいしかおりませんよね。だから牧畜から農耕に移るという。ですから北海道も同様、アイヌの人たち、まあ牧畜ではないんですけれども、自然のものを取って、生きてきた。それが和人が来て、農耕を始めたという。当然農耕をすれば草食性動物が増える。これは当たり前のことですね。これは北海道に限らず、どこでも起きる。先ほど出たイノシシの問題も同様です。ですから、農耕をやらなければゾウさんがやってこないわけですね。でも農耕をやらないと生活がますます苦しくなる。つまり貧困の問題がそのベースにあるのかなというのを実感いたしました。ちょっと話があります。どんな生活をして一週間を過ごしたか。国立公園の中にこういう路地が3カ所ありました。ナクイコのナショナルパーク、こういう畝がこう並んでまして、これちょっと見ていただければ、これ蚊帳なんです。で私は蚊取り線香を持ってきまして、蚊取り線香を普通部屋の中で蚊取り線香を炊くと思うじゃないですか。一番最初に違うと言われたんですよ。ホテル、ナイロビの中のホテルでも蚊取り線香炊いてましたよ。蚊帳はついてるんですけどね。どこで蚊取り線香をつけたかというと、お風呂です。お風呂の中でまず蚊取り線香を炊くと。だって裸でしょ。でその後それをまあいい加減死んだかと思われたら今度は部屋に行こうとね。そんな感じで、多い目に持ってきまして、向こうに置いてきました。蚊取り線香が大変、向こうでは喜ばれるそうですので、多い目に持っていかれたらいいかなと思います。といっても蚊帳はしっかりありますけど、この胸がチンガチンガあった他にこちら側にプールがあったり、いろんな、いわゆるリゾートホテルみたいな感じですね。これ中テントですよ。これがナプルコですね。これが受付しているところですね。これは、まあ、私たちのバッグで、これが神戸先生が手続きをしているところね。黒い顔の人、写真撮るのは久々ですね。これはこの人たちを撮ってるわけじゃないですよ。この風景を撮ってるんですよ。わかりますか。この人たちを撮ったら叱られるんです。この風景を撮ってると言えばいいんですね。受付風景をね。これ食事するところですね。なんか立派ですね。しっかりフラミンゴが立っていました。これがナクルコで、面白いのは
ツアーが一泊すると3食付きっていうね、私たちは2食付きあるいは朝食付きっていうのに慣れてるんだけど、3食付きっていうのはあんまりこうなんかピンとこなかったんですが、現地に行ってみたら、あ、なるほどと。途中で食べるとこ買うとこどこもないんですよね。ですから、ランチボックスというんです。うちの通り箱の中に水からジュースから、いろんなものが入って、バナナも含めてフルーツから、はい、セットになって、ホテルからよこしてくれるわけですね。なるほど、これから日本でもランチボックスを流行らせたらいいんじゃないかと。そっとレストランには食堂困るかもしれませんがね、これが今度はマサイマラの方です。ちょっと丘の上に立ってまして、 この辺にね、まあ、風力発電もありますけど、これはまあ水のタンクですね。これが泊まったテントです、ロッジ。だからバタ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 、風の音で、ライオンの音が、鳴き声が、夜聞こえてましたね。別に柵がしてるわけではないですよ。この長寿立派ですね。別にこういう立派なところじゃなくてもいいとは思ったんだけども、円高ですんで、はい、安いんですわ。ただ困ったことがあるんですよ。電気は10時に消灯、まあそれはいいわ。こういうところに懐中電灯を置いたりランプがあったりするんですわ。困るのは行くのが、いや、ホテルに入るのが比較的遅いもんだから、シャワーを浴びたら水なんです。で、このロッジでは女房が入っている時はお湯だったんです。私が入ったらお湯どころか水が出てきたんですね。早いもの味なんですね。こういうその日本のあまりにもこう、なんちゅうの、こう習慣で生活してるもんですから、あ、なるほどなと。はい、これもランチボックス、ちょっとタイプが違います。必ずこうやって水が入ってますね。これは、眠り病の原因となるツエツエバエの、トリパノゾーマというんですか、捕獲をする、行きにセットして帰りに回収するということで、この人が運転手さんです。で、これが亀井先生がガイドしてくれまして、私たち2人夫婦計4人で先ほどのサファリカで、移動したんですが、こういうふうに、牛の小便が瓶に入れて置いてありまして、ハエが来たらこのままここに入っていくという、そうやって捕獲するという、そんなことで、比較的あれですね、木が生えてますね、木が。だから、久しぶりです、こんな木が生えてる風景を見るのが。で、木を切ったら、一本切ったら一本植えましょうという国の呼びかけなんですが、実際はもう切る一方でなかなかその木がなくなりまして、本当に、木は貴重なものだということで、そんなことで、こういう風景、実は後ほどまたここ言いますが、後ほどまたお話しますが、これがツエツエバエですね。何匹ぐらい入ったかね、それでも7、8匹しか入ってませんが、長崎大学に熱帯学研究所というのがありまして、ケニアにもその出先を持ってまして、まあ、亀井先生、まあ、長崎大の大学院生でして、まあ、研究活動もやっているというその一つでもあります。これはマサイの村の中のホテルです。なんか一見モーテルみたいな感じで、だだっ広いこう大自然の中にポツンとこういう建物がポツンとあるんですよ。マリーは何もないんです、自然そのものですね。まあ、驚いたんですが、まあ、周りは当然フェンスで囲まれてます。マサイの土の家、まあ、牛の糞をこう塗って木の枝をこう組んで、まあ、昔の日本の土で作った家と、同じ建て方、作り方なんでしょうが、
牛糞で作られてますが、全然匂いはしません。実はこれも隠し撮りでございます。神戸先生の車知ってるもんだから、カメラを見せたら神戸先生に迷惑がかかると思って撮るのが大変なんですよ。だから全然関係なく行けば、別に撮れるんですけれども、そんなことで相当撮ったんですけれどもね、まともに写ってるのはあんまりなかったです。馬作りはそれと3つ並んでます。で、それぞれ家がありますけれども、この中、木でこう建てたのがありますね。この中に牛を入れてるんです。で、昼間は、牛とか、ヤギとか羊なんかを放牧して、夕方になったら帰ってくる。それがマサイの男の仕事ですね。ですから、木は貴重にもかかわらず、こんなに縦にこうなったところ、こんなにふんだんに木を使ってですね、牛を、大事にしている。牛は財産なんですね。これはちょっと経済的に余裕が出てくると、コンクリートを使ったりね、こういうふうになってくるということ。お金持ちのマサイですね。子供たちは小さな時からこのように、牛の若牛子牛の世話をしながらするのが彼らの日課です。しっかり棒を持ってますね。これはヤギ、これはなんと、マサイに温泉があるからということで楽しみに行ったら、実はこれが温泉だったんです。真っ暗ですから、真っ暗の中にヘッドライトで照らしてるんですが、マサイの青年が2人おりまして、懐中電灯明かりなしですよ。だから目がすごくいいんだなというのを実感しました。この中に入るんですけども、浅いもので少し掘るとね、だんだん自分に沈んでいきますよね。灯油が出てきます。で、お湯を横にやってかけるわけですね。お湯でしょ。で、実は私下着を履いて入ったんですね。いやいや、下着を脱いで入ったんですよ。当たり前ですね。お風呂に入るときは素っ裸になるのが日本の習慣です。入れ替わりにマサイの青年が上がってきました。白いパンツを履いてました。一瞬黒いのに白いもんだから、えっ、インパクトが強いもんだから、えっ、そこで、あっ、そうか、ここは日本じゃないんだと。もうすでにもうお風呂に入ってますからね、パンツ履きに行くわけにいかんし、そんなことで堂々と素っ裸でこう入ってますけど、これはこの女性の温泉はこの上の方にあるそうです。実はこれはネットから拝借した。実はモバイルが普及してまして 70% だそうです。これがマサイの特に若い人の姿だそうです。つまり電気がない、テレビもない、当然ね、電話線もない、だったら携帯電話。しかもマサイ族は文字を持ってません。ですからパソコンで文字打ったってしゃあないわけです。意味ない。だって文字がないんですから。だからパソコンというよりも携帯電話っていう、当然。ですからこんなの今やってますけど、こんなの やれませんよ。なんだ、何本、スマートフォンはマサイでは普及しないと思います。こんな感じでね、なるほどなと思います。実は右側運転手さん、マサイ族ではないんです。実は友達がいるからって寄ったらしっかりこんなお店です。両替えするような感じですね。つまり、カパライ防止ですね。あれこれこれこれというところで、やり取りするそうです。それとイギリス圏ですから、オーストラリアも同様です。減速させるために道路が盛り上がってます。
日本でもやればいいのになといつも思ってるんですが、ですからスピードを走ってスピードを出すとドーンとジャンプするわけですね。そこに必ずこうやってついてるから危ないからね。ですから、市街地には、あるいはちょっとした集落見えたものに必ずこの出っ張ったやつが道路についてます。そんなことで、これはナクル湖の近くのナクル市の市街地です。市街地になるとさすがにこういうふうにオープンでやってます。盗んでも一つか二つでね、まとめてこんなに盗むことできませんし、そんな意味でどこのタレベって大体分かりますからね、こういうオープンになってます。ね、しっかり中書いてますね。はい、マーケットとかね、はい、これがその名古屋市の中でノストノストと、ね、正義が挙げてました。びっくりしました。ノストノストノストとごく当たり前のように歩いてる、勝手に歩いてるんですね。これが実はロバ、自転車、お金がちょっと入るとバイクですね。間違っても四輪は無理です。獣道のようになってるんですね。特にマサイのお家は獣道、人間がそこしか歩かないから。ですから二輪車は OK ですね。ですからバイクはだんだん普及してきました。でもロバですね、ここにこれ入ってるのは木炭です。その木を焼いて炭にして売るっていうんですね。はい、子供たち出てきました。ちょっと急ぎます。制服は必ずもらってますね。これ歩道なんです。歩道なんです。これから学校って書いておくし、見ていただきたいのはちょっと変な写真なんですが、車の中から撮りましたね。ミラーですね。実は見ていただきたいのが今寒気です。これ雨季になったら川になるわけですね。でもしっかりこれ歩道なんですね。見てください、これ歩道ね、ずっとね、うまいこと上がってますね。はい、このようにいい言葉で、これは比較的裕福な、見ていただきたいのはここにオバマと書いてます。オバマ、はい、アメリカの大統領のおばあさんが寄付した、かっこよそうですね。だから少し貧困のことぐらいアメリカの大統領わからんのかと言いたいぐらいですね。これも立派ですね。当然こういう光景を見てびっくりしました。コンバイン、モニを買ってるんですね。実は大手が入ってきて、地元の人を使ってこう農業をやっていく、だんだんこういうふうになんか西洋タイプになってきた。最後にキベラのスラム街の話をします。実は何を持っていたかというと、全部ポケットに物を入れただけです。大事なものカメラ持っていません。実は持っていたのはインスタントカメラで撮りました。インスタントカメラなら盗まれても役に立たんでしょ、売れないでしょ、使い捨てですから。でパチャッパチャッ、よ横向いてパッパッ、適当にだって胸に入れてパチャパチャッと撮ったって撮れるじゃないですか。デジカメなら必ずこういうふうに手前出すんじゃないですかと、撮ってる時は分かるじゃないですか。でインスタントカメラで撮った場合はそれでもなかなか撮れないしね。これがイスラムの寺院建ててます。でこれはメイン奴隷です。皆さんよく見てください。物持ってませんよ、物持ってない。みんなこうやって歩いてるんですよ。物を持っているとこうなんですね。わかりますか。だからナイロビの街の中も物を持って歩かない人が多いです。まあ持ってる人も物持ちいますよ。見たらわかるように両手空いてるでしょ。この人はなんか物ちょっと持ってますけどね。これがメイン通りです。はい、裏通りです。これは先ほどのイスラム人建築中のちょっと裏です。はい、でさらにこういうふうに、本当に
通路ありまして、亀先生じゃなくカーテンが閉まっていると今営業中なんだって言うんです。営業中、つまり女性は下半身を売って生活をしている。そんなことで、エイズの問題なんですけれども、エイズが、当然広がっていく。だからカーテンが開いてると、どうぞっていうわけね。閉まってると今ダメよという合図だそうですね。大体そんなことで、まあエイズの問題が深刻でもなく、非常にこういうのが連なってるわけですよ。人がいないから取ったんですよ。これ人が群がってやってるとこ取れないからね。とにかく写真を撮るって日本とはえらい違いね。日本なら何も撮ってもこんな会場勝手に撮ったって別に誰も文句はないね。皆さんに本当了解得てから撮らないとダメなんですね、向こうはね。それから了解を得るためによこせって言われますからね。これは、実は、この女の人を撮ったんじゃなくて、実はローブというあの窓、男の人は上からマントのように、女の人は腰巻きに使うというローブというね、ローブを取ってるんです。この人を取ってるわけじゃないんです。そうやって取るべという神戸先生から見せて取ったんですね。そうしないと取れないんです、ね、そんなことで、ローブ、これ、鉄板で作ったマムラコがありますから、イスラムのこれは集会場ですね、その2階に実は、稲田頼太郎という日本の、日本大学の神学を出た後、東京大学大学に行きまして、その後ニューヨークに行って、コロンビア大学ニューヨーク校で、博士号を取って、何をしている人かというとエイズ。実は病院の中にいて、そして、エイズの患者を待ってても患者は来ないって言うんですよ。わかりますか。ですからエイズのいるところに出向いてそこで待ってるというわけです。身の危険を感じますよね。だから、アメリカニューヨークから行ったり来たりしながら稲田財団というのを作って、エイズの撲滅のためにやってるんですよ。で、先ほど言い忘れたけども、カーテンが閉まってるところは営業中なんですが、なぜエイズが広がるかというと、ゴム製品を使えばお金をが、ゴム製品を使えば安全なんですが、ゴム製品そのものが高いから使わないで営業するというんですね。それと、アメリカは犯罪者でもエイズの治療代は無料だそうです。で、もちろんケニアも無料なんですけれども、いろんなエイズの薬正しく使えば30歳で発症してもその倍々切られるというんですね。倍以上発症してもですよ。しかし治療に使う薬が効いてるかどうかわからんのにもうやみくもに治療してるということで、モニタリングというんですが、その後薬が効いてるかどうかというのをこの稲田先生がやってるわけですね。で、この薬は効いてるか、この薬は効いてないかという、そういうことでもって、要はそのセックスで移らなければ最終的にエイズというものはなくなって滅びてしまう。一番、感染力が強いのはセックスだとして人間ね。で、私は獣医師なんだけど、なぜ、声高らかに言ってると、もともとこれは霊長類の病気だったわけですね。人間の医療じゃなくて動物の医療だったのが人間に感染したわけで、人間その人間がエイズのバイキングをこう一生懸命こう伝播して広げてるわけですね。そういった意味でそのエイズの問題というのと貧困という問題と、切っても切れない関係があるのかなというのを痛感したんです。で、エイズを正しく治療すれば定年、平均寿命まで生きれるとおっしゃるんですよ。そんなことで正しいこの治療が必要なんだということで、いやすごいなと。だいたい、
亀井先生も日本大学ですから、ちょっと上かちょっとしたぐらいの方ですね、まあ、60半ばですね、オフィスは簡単です。実は物を置いといたら危ないからね、わかる、これ持って帰るでしょうね、これはどうするのかわかりませんが、そんなことで、これ学生が参ったんですよ、高校生が、やるそのエイズ撲滅のために101のことをやめようというチラシなんですね。もうこまごまと書いてるんですけれども、そんな意味では、高校生自らスチューデントと書いてますが、高校生自らが立ち上がってこういうエイズ撲滅を、ナイロビの市内でやってましたね。だから、単にエイズは、他人事ではないんです。でそこで聞いたら、釧路の労災病院の何々先生がエイズのことを研究してやってるとのネットでやってパッと出てきたんですね。ああ身近なと、私は釧路の私立病院に2年前に入院してましたけど、そこではなかったんですけれどもね。だから釧路で、この稲田先生は講演会もやったということです。このエイズという問題は結局は貧困かなと思った。でそこでもっと驚いたのはこういうものが売られてました。 DVD がつまり解決するのはジハードである、おさらびライディングです。わかりますか。これが売られて、この DVD さすが私は見なかったけど、ちょっと日本に持ち帰ったら睨まれるんじゃないかなと。つまりあのよくあのテレビなんか出てくるボーンと爆発したりバババババババと撃ったりするところを DVD で映したわけですよ。つまりハンターが鹿だとかそういうイノシシとかああいうものを撃ってるような感じですね、仲間。そんな感じで、やってるんですね。ですからこのスラム街はあのそのいわゆるその何ていうのかな、ちょっとで忘れた、あれは何ですか、アメリカが 9.11 目の敵にする何でした何でしたっけ、あの集団テロをやる何でしたっけ、うん、アルカイダ、なんぼね一生懸命やったってもう次から次からもう予備軍を作ってるわけですよ、貧困というもとで。わかりますか。ですから貧困が解決されない限りテロは続くということですね。だから目先の応急手当もいいけども根本治療をせねば解決しないんじゃないかというのをつくづく思いました。だからイスラム寺院ができました。いかがわしいと神戸先生は怪しいと言ってましたね。スラムの中で兵隊を募っていくんでしょうねきっとね、まあ、そんな意味で、スラム街は別に、ケニアだけじゃなくて世界あちこちにある。一番大きいのは、フィリピンと言われてます。そういうことで私は改めてこの貧困ということで、ちょうど時間になってきましたので終わります。あと2、3枚あるけど省略します。どうも164枚ありがとうございました。どうもありがとうございました。予告通り相当時間が延びてしまったんですけど、2人くらい質問があればちょこっとだけ聞こうかなと思うんですけど、質問とかありますか。もう疲れましたね。それでちょっと言い忘れたことがありまして、先ほどあの先生前の調査のところ、あそこ実は土地が売りに出されてるんです。ですから大手に買わせたくないということで、神戸先生はなんとか、そういうのを、なんだったかな、コンサーバンシーっていうのかな。コンサーバンシー、まあ、土地の買い取りですね。で、なんとか買えないかなという話をしますが、なかなか難しい、登記の問題で難しいんだろうかと思います。それと、獣医の方と
関係者ご存知の JVM ジャーナルオブベテナリーメディスン、11期3新聞ですね、7月号で、同じような写真をつけて、書く予定にしております。よろしかったら見てください。とにかくすごいです。で、結論的に言いたいのは、アフリカの子どもたちも見てきて写真を撮りたかったんですが、アフリカの子どもたちかわいそうに見えるじゃない。意外と日本の子どもたちの方がかわいそうなんで、つまり物質的なものよりも精神的なもの。この間国王夫妻が来られましたね、ヒマラヤのブータンですか、ブータン、あれ貧しいけれども心が豊かである。日本の私たちは物質的には豊かなんだけど、心は豊かなのかどうかというふうにつくづく思いました。日本に帰ってきて改めて、もったいないという言葉を実感いたしました。質問がないようなんで、ちょうど9時になりましたので終わらせてください。どうもありがとうございました。今日お配りした資料の中に、この野生動物を今フィリテーター講座って、それも森田先生が代わってやってらっしゃる講座なんで、あと、まあ、2つ用あるんですけど、これ、この熊野はうちが一昨年やった、どうやって北海道の人間と熊が共生していくのかっていうのをボーラムをやった時の資料なので、ぜひお読みください。その他少し資料が後ろの机に置いてあるので、よかったらお持ちください。あとはホームページとかですね、環境ナビというポータルサイトとかになって、そのところにいろいろ北海道環境活動中で紹介の情報発信などをやってますので、今日の資料の裏にいろいろ URL とか入っていると思いますので、ぜひ見ていただくとありがたいなと思っています。じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。NPO 法人の北海道市民環境ネットワークという、札幌の団体で、北海道の環境団体が今54入っているネットワークの組織で、さらに北海道で環境活動している人たちを支援する中間支援といういろいろお手伝いをする、そういう役割をしています。それと自分たちでも環境活動をしていて、知られているのはラバースクリーンアップイエン北海道という全土一斉ゴミ拾いという、全土で5万人くらいの方がゴミ拾いに参加してくれているイベントをなどをやったり、森づくりをやったりしています。で、この北ネットカフェというのは、その時その時にみんなが勉強したいなと思ったこととか、会員の方の活動の紹介とかですね、会員はうち団体54団体、本当にいろんな専門家がいっぱいいてですね、その人たちの知識や体験をみんなで分かち合おうとかですね、そういうテーマで年に 4、5回やっています。
で今日 のお話しいただく講師の森田先生の NPO 法人同等植物あ動物自然研究所っていうのもインターネットの54団体の中に入ってくださっている団体で、そこの理事長が森田先生ということです。今日は森田先生がアフリカに行ってらっしゃってですね、その野生動物を見たりいろいろ感じたりそういうことをお話ししてもらうというのが一つと、酪農学研大学の人たちで作っているエレファントというアフリカのいろんな課題をですね、学生が取り組んでいるという団体があって、そちらの活動のお話と2つのテーマで、お伺いしたいと思っています。北ネットはですね、つい6月の1日に、国税庁の認定 NPO 法人というのになりました。認定というのはですね、国税庁かっていうことは、要は有料団体なので経営などをきちんとしているので、ここの団体に寄付するときは税金がかからないよという、寄付するお金にそういう認定をいただいたということで、その認定 NPO 法人というのは北海道で今私たちで8つ目です。全国で257だったかな、まあちょっと何て言うかね、箔がついたというかですね、そういう認定を得たところで、その何やはりないように頑張っていこうねという感じではないんですけど、やっていますので、どうぞよろしく。